はい、皆さんこんにちは。 ED カウンセラータートルです。今回はですね、最中に中折れをしてしまうっていう場合をね、改善するスクワットを紹介しようと思います。これをしっかりやってもらったらですね、大体の方が改善できるとタートルは実践済みです。まずですね、その中折れの原因なんですけども、まあ基本的にはもちろん感情面もあると思うんですが、基本的にはやっぱり脚力の低下、意識筋の低下、そしてあとは持久力の低下、この3つがね、実際大きいと思います。まずどれかがなくてもやっぱり中折れしてしまう原因の、まず持久力がなければですね、やはりもうダメかなと思った瞬間にもう泣いちゃうと。あとは下半身もね、やっぱり結構筋肉使うんで、足がもうだるいと思った瞬間に泣いちゃうと。あとはもう PC 筋力入んないと、やっぱりね、力を入れれない、まあ竿にね、力を入れれないってことはやはり硬くできないので、硬くならないとやっぱりね、感度下がっちゃいますんで、まあ自業自得ということで、まあ泣いちゃうということで、この3つはね、かなりしっかりやってもらいたいなと思います。で、今回はその効果的な PC 筋プラス脚力を鍛えるスクワットをやっていこうと思います。必ず最後までご視聴ください。はい、ではですね、やっていくんですけども、普通のスクワットの足の幅です。つま先まっすぐの肩幅です。そしたらですね、わかりやすいように手は腰に当てましょう。腰というかお尻ですね、やってます。そしたらまずしっかりお尻を出しながらしゃがみます。で、ももが水平になったら、おへそとお尻をぎゅーっと引っ込めて上に向かって上がります。もう一回いきましょう。お尻を出して、お尻を引っ込めて、おへそをしっかり引っ込めたまま、お腹引っ込めたまま上に伸びます。お尻出す、引っ込める。この引っ込めた時にしっかりね、おへそ引っ込めながらもお尻もしっかり締めてください。ぐーっと締めたまま立ち上がる。息を吐きながら、もし何かバーベルがあればですね、まああんまり重たいもんだとしっかり腰痛めちゃうんで、軽いものでですね、こうやって担いだままで同じようにやってもらえたらと思います。ご視聴ありがとうございます。今みたいにですね、しっかりお尻に手を置いてスクワットをした時に、しっかりおへそとお尻力入れて、ここですね、こういうふうに引っ込めたまま出して、引っ込めたまま上に上がるという動きをね、しっかりやってもらうと効果的です。そして、しっかり呼吸をですね、合わせてやってもらえたらとより効果的になりますんで、しっかり呼吸を、息を吐きながらお腹をどんどん引っ込めて、上がりきったら吸い込むというふうに、呼吸を使ってもらって、まあ、できればゆっくりですね、まあ、30から50回ぐらいやってもらえたら、しっかり呼吸も強く、まあ、肺もね、強くして、下半身、PC筋、そして持久力もついてきます。なので、コツコツね、まあ、ここぞという時のチャンスがあったとして、そこを逃さないように、日々努力をしていってもらえたらと思います。今日は、中折れ防止、効果的な3種目を鍛えれるスクワットでした。ご視聴ありがとうございました。ぜひコメントももらえたらと思います。そして、説明欄にですね、タートルのおすすめの効果的なサプリとかも載せてますんで、よかったら遊びに行って、まあ、タートルと同じように使ってもらえたらと思います。